去年の世界水泳で悔しい思いをしてきたので今年は結果を出したいなっていうふうに思っていたのでパンパシの方でまず100のバタフライで優勝できてもうそこからなんだろう自信がもうアジア大会に向けて絶対アジアでも負けたくないなっていうふうに思ったので100のバタフライ本命なんですけど本命種目はしっかり頑張れたのと他の種目では自由形、全種目では自己ベストは出なかったんですけど自由形は特に世界とあまり戦えてない種目だったのでここで優勝できたっていうのはすごい自分にとって価値あることだと思うのでとても嬉しいです。はい、はい、多分心から水泳を楽しいって思えてるからなんか本当 の, その水泳をやることの意味もちろん結果を出すこともそうだし、そういうのも確かに大事だと思うけど本来の一番水泳を楽しみたい大好きっていう気持ちをずっと持ってるからこそなんだろう自分の好きなことでこんなにたくさん応援されるって本当に幸せなことだなっていうふうに思います。私はあんまりプレッシャーをプレッシャーだと感じないのでなんだろうその応援が力になるプレッシャーが力になるみたいな感じで応援たくさんされればされるほどそのなんだろうその時の自信っていうかあこんなに応援してくれるから頑張ろうって思えるしそういうのでモチベーションにもなったりするのでそういうのはなんかたくさん応援してくれれば嬉しいなと思います。